聖伝正木流鎖釜術水曜流居合憲法は戦国の人三間与一左衛門影の部に端を発している出羽の国の人天正5年に出生幼少より父親について武を学び新たに一流お子さんとの誓いを立て昼は神木の前で抜刀撃剣夜は神殿内に瞑想し一心に精進した研鑽の日々を過ごす中あるよ神殿内で瞑想中に演奏感を習得白鸚が水に浮かぶ姿を見るに至って忽然と悟りついに開眼した居合憲法国則脇差し薙刀杖術を包括した武術であるその後も諸国を修行武のみならず神道の修行も欠かせなかった諸侯の剣客と試合する場合にもいたずらに勝ちを常に相打ちの型を表し相手に勝ちを譲る方を九代福原新左衛門によって正木流鎖釜が平伝される水曜流は完成5年影の部没後一子三間与八郎影長に送伝され現在十五代宗家をかつて吉光先生が継承しておられます司会長家楽流忠実の講演場でございました。続きまして第一会長年流樋口先生並びにご一門による講演場でございます。年流剣術年流の美祖は奥州相馬の住人相馬四郎義元で応安元年福祉の安楽寺で特立し後信州稲の郡浪江に来て一時を建立年阿弥次音と称した樋口兼重は次音の
昭和31年6月に真庭年流道場及び関係古文書168点が群馬県指定史跡に指定されております。また平成3年に真庭年流の方が吉井町重要無形文化財に指定されております。真庭年流の教えは護身の術であり、和の憲法で人を倒すことを目的に十分の負けに十分の価値ありの精神で徹底的な守り主体の自衛の権である。Yeah!